骸骨なんかお前そんなおめえバカ野郎ふざけんじゃねえこいつだろうが見ろお前いきなり毒壺だろはいクソ強はいゴミ E ランクはい最高もうすぐやりますこれ最強ですベレなんだベレってアクシュベレ口を塞ぐ毒の息メダパにザキなあんまり強くなさそうだな百裂なめ、百裂なめいらない。ね、爆発ね、心言っていい。毒壺ドラゴンって新しいモンスターなんだ。この蜜いらないよね。シビルカップもいらねえよ。さあ、いでよ!加藤単一しかも漢字もちゃんとつけてやろう単っていう感じね普通に単あのカーッペの単ちょっと難しい感じすぎるかそれが加藤タンクトップ。どう?ここで、急に。あり?加藤タンクトップ。やめよう。タンクトップ11にしよう。一旦帰るわ、ここで。一旦ここで、ちょっと、一瞬変える。これ、アレンジ加える。一旦これ加藤の毛吹き入れるけど、仕方ない。お見合いありがとうございました。え、またお見合いしたんですか?ごめんなさい。お見合いは一回だけなので。そうなんだ。ちょ、タンクトップする。いいねー!毒壺ドラゴンめちゃくちゃいいじゃん!弱ー!ひんもえ、いいじゃん、もうこれ、あれ、本編買わなくていいよ。体験版ずーっとやれるわ。体験版だけで2年半遊べる。スウェード、タンツボドラゴン。いや、タンクトップ純一。芸能界デビューさせよう。タンクトップ純一っていう芸名で。で、中山きんに君と二人で M1 出させる。ザ・パワーっていう名のコンビで。そこまで俺はもう、子供にレールを敷いてあげてるのね。いい親だろ。結構ね、子供のこと考えるタイプの親なんだよね、俺。そうだよ、冬場もタンクトップに短パンだよ。そういう子育てするから。俺ちなみにガチそれだったからね。一年中短パン履いてる小学生いただろ。それ俺。長ズボン中学校に入って初めて履いた。中学校の遠足みたいな時に、母ちゃん、俺さすがに長ズボン履かねえと嫌だよ、つって。初めて履きました。小学校時代は一生短パンだった。どういう教育なんだろうな、あれ。なんで俺は短パンしか履かせてもらえなかったんだろう。